ね。こんにちは、もぐちゃんなのだ。もぐちゃん、お店屋さんごっこするのが大好き。お寿司屋さんとかラーメン屋さんとかいっぱいやってみたいのだ。みんなも真似して遊んでみてね。今日はアイスクリーム屋さんになってみんなにおいしいアイスを食べてもらうのだ。あ、早速お客さんだ。おいしいアイスをくださいな。うん、僕コーンにアイスを乗せて、これじゃなんか寂しいからこれでも乗せちゃおうっと。え、アイスに人参食べたくない。うわー、行っちゃった。どうしよう。いらっしゃいませ。アイスはいかがですか？わー、美味しそう。これは食べてみたいのだ。いらっしゃいませ。ご注文は？こちらのメニューをどうぞ。ありがとうなのだ。どれにしようかな。アイスの数はトリプルで、味はメロンとイチゴとチョコレート、トッピングにチョコスプレーもお願いなのだ。ご注文ありがとうございます。少々お待ちください。まずはサーバーでアイスをキャッチ。コーンにピタッとチョコレート、イチゴにメロンもピタッピッター。あ、早い。最後にチョコスプレーをパラッパラー。わー、お待たせしました。カラフルサマースリーです。ございます。じゃあ早速いただきます。もぐもぐもぐ、コーンもついでにもぐりっちょ。あー、美味しかったのだ。喜んでもらえてよかったです。いきなりですが、このお店で働かせてほしいのだ。僕も立派なアイスクリーム屋さんになりたいのだ。まあまあ、人でも足りてないし、いいよ。やったー。じゃあ道具とアイスを紹介するよ。まずこれがアイスをすくうサーバー。コーン2つにバニラアイス、メロンアイス、チョコレートアイス、いちごアイスの4種類だよ。はーい。これでトッピングもできちゃうよ。物を置く場所があるのはいいね。次にコーンにアイスを乗せていくよ。まずはサーバーでアイスを作って、コーンにピタッと、その調子。上にもピタッピタッと、ピタッピタッと。で、ああ、崩れちゃったのだ。画面の前のみんな、グッドボタンでもぐちゃんを応援して。大丈夫大丈夫、こういうシートがあれば壊れにくいんだ。さすが。じゃあもう一回やってみて。ゆっくり、ピタッピタッピタッと。いいね、トリプルの完成だよ。やったー。これで大丈夫そうだね。もぐちゃん、次はお店に立ってみよう。うん、頑張るのだ。次回もお楽しみに。